グループワークとはソーシャルワークにおける専門技法の一つであり、利用者がグループのプログラム活動に参加することでメンバー間相互の影響を受け、個人が変化する援助の過程を言う。展開過程として、1、準備期、2、開始期、3、作業期、4、集結、移行期の4段階が考えられる。準備期、利用者の問題。 課題と援助の内容を明確にする時期である。グループワーカーは、利用者の生活状況、感情、関心事、心配事を理解して、援助活動の過程で起こりうる出来事を予測して、おかなければならない。開式会開は利用者を集団になじませることから始まる。集団の目的、援助活動の日時や回数、期間の予定、費用、プログラム活動の内容。 利用者同士の役割分担、約束時などを確認し、提供する援助活動が、利用者の期待、要求と一致したものかどうかを確認する。作業期、集団が発達する時期である。集団独特の行動の仕方やものの考え方が生まれ、集団内の個人は一致した行動をとることが要求される。グループワーカーは、このような集団内での個人の相互作用の様子を、 観察して、利用者個人の具体的な目標を明らかにする。集結、移行期、集結、移行期は、集団活動を終わらせて評価する。援助活動の意義、学んだことを明らかにして、援助後の個人のアフターケアを計画する。ありがとうございます。